フェニックスはフェニックスダーツジャパン株式会社が販売するダーツマシン2005年稼働開始ダーツライブとは異なり専用機材を用いるタイプのマシンでダーツライブネットワークサービス同様に専用カードを用いたスコア保存機能やネットワーク対戦機能などを持つ専用カードは非接触 IC カードとなっているのが大きな特徴で 筐体中心部にあるカード読み取り部にカードをかざすことでログインが可能。ダーツマシン上部にある19インチ液晶画面はマシン非使用時にはネットワーク側から配信した動画等を流すことができる。そのため歌手や映画のプロモーション等にも利用されており、過去にコーダ組、ボア、映画、トランスフォーマーなどのプロモーション動画が配信されている。 2008年12月には、後継機種のベスフィーニックスを発表。VS では、筐体内にカメラを2個内蔵することができ、その場合カメラで撮影された動画が画面内に表示されるだけでなく、ネットワーク対戦で相手もカメラ内蔵の筐体の場合は、対戦相手の動画も画面内に映し出されるため、よりネットワーク対戦の臨場感が増す仕様となっている。また、 液晶画面も26インチワイド液晶に拡大された。なお、VS と q ェニックスの間で対戦を行うことも可能である。2011年10月には最新モデル、ベスフィーニックス S がリリース。スリム、スマート、スーパー、センス、スピードをコンセプトとして設計され、VS より奥行きがマイナス 84mm、横幅マイナス 40mm を実現。 さらに、ターゲット盤面部分のスリムフラット化に加え、照明とナンバーリングの LED 化が行われており、最大の特徴となっている。また、モニターもミッドマウント化され見やすくなっている。導入店舗数は、フェニックス v s 合計で約2100店舗に達しており、ダーツライブシリーズと並び日本有数の規模で展開されるダーツマシンとなっている。 会員向けウェブサイトとしてはダーツジェパンがある。ウェブでの会員機能の利用は当初無料だったが2009年4月より有料化されたため現在は一部機能を除いて月額315円もしくは300日間3000円を支払い有料会員となる必要がある。また専用カードを用いてプレイを行うことでゴールドと呼ばれるポイントが貯まる。ゴールドには プレイごとに貯まる基本ゴールドのほか、アワードによるボーナスゴールド、対戦で勝利した場合に得られる勝利ゴールドがある。溜まったゴールドを使うことで、ゲーム中の背景やエフェクト、サウンドなどを購入しカスタマイズすることが可能である。ありがとうございます。